次は USJ のショーということで、いよいよ天使は写真を撮っていきたいと思います。3人は選ばれなかったんですけども楽しみましたということで思います。あーうまい。今最後の方なんですけども、一応こんな感じで残ってます。だから慌てず最後の方まで待つ方がいいと思います。肉の方はこれもかなりこう残ってますんでね。いや最後乗ってた汗だくやないか。いやめっちゃ汗だくや。お父さん汗だくやね。そうですよ、本当にありがとうありがとうありがとう。ジョルジュ・ドゥフさんとちょっと話したいということで、ハローハロー、イエス、県立、去年そうそう、あ、覚えてます。いや服がね、ちょっと去年黒かったでしょ。去年黒かったです。だから今年ちょっと明るいんで、あ、いやちょっとね変わった。いや YouTube 上げてもいいですか。あ、もうぜひお願いします。いやすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ハッシュタグボジョパっていうのを。ボジョパ、いやめっちゃ宣伝します。宣伝します。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません。もう来年も来ますよ。いや来年も来ますよ。ぜひ皆さんもどうぞ撮ってください。いや娘。いや娘です。島崎さん、いやちょっとすいません島崎さん、いや京都市場で、いやこちらこそありがとうございます。いや右か左かっていうね、いやいろいろ、いや今年はどこから右やったんですか。今年はね、あれどうやって決めてるんですか。いや右左、もうそれはもう何もないですよ。何もないですか。いやよかったですよ。今年も去年も変わらず美味しいというボジョレーで美味しくいただきましたということです。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。いや来年も来ますか。それは分からないけど、いや来年も、ね、いや、はい、ちょっとググったんですか島崎さん。いやちょっとめっちゃ興味ありましたね。やっぱでこれ動画です、はい、3、2、1、ボジョバー。いや来年またよろしくお願いします。いやすいません。来年日本の食べ物何が好きですか。うおほら、誰も勝負。長い、ありすぎてどうしよう。長い。カツ丼が好き。カツ丼好き。おお。すいません。ちょっと写真いきますね。大丈夫。もう肩組んでから。三。これも入れてください。あ、いや行きますよ。ボジョパワー。3、2、1。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。すいません。全員で写真撮りましょうか。いいですか。いや、どういう お方ですか。あのみんなもうサントリー。サントリーですか。サントリー。全員で写りましょう。いや全員で、いやもう写ってください。写ってください。いや全員写ってます。写ってます。いやちょっと遠いですね。島崎さん写ってますか。あれ行きますよ。3、2、1。
すいませんすいませんすいませんありがとうございます。ありがとうございます。3、2、1もうね、こちらのルームで来ていただいて、はい、でビール、あ、ビールと一緒に、ビール持っていい？そうですね。あ、そうですね。いやー、ありがとうございます。来年も来ますか？来ます。あー、ぜひ来年もお会いしましょうということです。写真撮ります。いやー、ありがとうございます。初めてですか？去年行けなくチケット取ったんですけど、はい、行けなくて、今年どんな感じかなって見て、はい、今年来ました。いや、本当にありがとうございますということです。まあ、いやびっくりしましたよ。いや、そこまでちょっとね、計算ずくです。いや、すごいっすね。いや、ちょっと後で写真撮りましょう。ありがとうございます。私にお写真撮ってもらって。もちろん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 。ありがとうございます。いや、写真もらってすごい楽しかったね。いや、逆でしたね。おお、いや、ちょっとこっち向いて、うわ、ボージョレー最高っす。あの、ビールも出て、お持ちましょうかって言うてね。いや、動画、いや、覚えてます。 YouTube らしいですよ。僕実はね、YouTube 見たことない。おー、ありがとうございます。いやー、撮ったでしょ。ねえ、こんな感じで撮ったでしょ。いきました、3、2、1。すごいおもてなしで、美味しいお酒で、美味しいドリンク、ありがとうございました。本当にありがとうございました。また来年も来ます。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません。いやー、めっちゃすごいじゃないですか。ちょっとね、ほんまにありがとうございました。すいません。すいませんお疲れ様です。パーティー終わりました。いやー、皆さんと出会い、握手して写真撮って、いろんなことを話して、で、美味しい料理を食べて、いいショーを見て、本当に楽しいボジェヌーボパーティーでした。本当にありがとうございました。またよろしければ来年お会いしましょうということです。本当にありがとうございました。で、皆さん、USJ の関係者の方、いろいろご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。ということで、今回はこのまま帰ります。ゲンジでした。